皆さんこんにちは。はい、すいませんでした。本当にすいませんでした。はい、ちょっと出すのが遅かったので、予想動画を見ていない方は何のこっちゃわからないと思うんですけれど、昨日出した予想動画の方で、今年の皐月賞は14番キメラベリテがかなり強いんではないかというお話をしましたが、結果を見ると、17着ですか。もう何の言い訳もできない、結果でした。はい、完全にもう判断が違っていました。で、コメントを見てみると、なんかすごく、あ、すごいな、今回はじゃあ A 区に乗ってみようかなとか、じゃあ僕もキメラベリテ買うよとか、私もキメラベリテを相手に入れようかなとかっていうコメントがすごく多かったので、なんかとても責任を感じてます。本当に申し訳なかったです。はい、まあ、70秒理論の話を予想動画の方でしまして、で、まあ、彼はそれに当てはまってるということでしたので、押したんですけれど、まあちょっと高速馬場だったっていうこともあるんですかね。その阪神 2000m がですね、前走が。まあ、今回はちょっと、まあダメだったと。ちょっと判断が違ったということでした。はい。もう深く反省してます。すいません。もう謝ることしかできないんですけれど、まあ、全然謝られてもね、別にこう、多分皆さんにとっては何のプラスにもならないと思うので、今回紹介した70秒理論が来年、そして再来年と、まあ、今年もね、キメラベリテの他にコントレールが当てはまってるということで、まあ、動画でも話したと思うんですけれど、そのコントレールが当てはまりましたので、また来年、再来年以降と、この理論がちゃんと続いていってくれることを祈りつつ、まだまだ僕の方も、またしっかりと競馬の勉強をして、毎週ね、いいデータを届けたりだとか、楽しんでもらったりだとか、あとは僕の予想でちょっと美味しい思いをしてくれる人が増えるように頑張るだとか、そういったことで反省していきたいなと思っています。はい、本日は本当に申し訳なかったです。すいません、本当に、はい、すいません。はい、です。もうダメですね。もう何の言い訳もできないです。本当にごめんなさい。もう僕が悪かったです。はい、ちょっとね、やっぱ高速馬場だったのかな。僕はでも、高速馬場でも、1分58秒9で、70秒切れるペースで走るっていうのはできないと思ってたんですよ。高速馬場でも。だから、もう自信満々に褒めを打ってました。はい、なので、もう完全なる敗北です。なんか興味深いコメントとかもすごくあったので、それを見て、もう少しこの反省も自分の中でして、また来年の皐月賞の反省動画なんかでもお話しさせてもらえればななんて思っています。はい。で、また来週、再来週からか、天皇賞春ウィークから、またもっと切り替えてね、元気にやってまいりたいと思いますので、またぜひ、あ、まだ A 君のことは見切るのが早いなと、思った方はですね、チャンネル登録はそのままで、また再来週に、動画を、見に来てほしいなと思っています。はい。まだ見切るのは早いと思ってほしいなと思います。はい。天皇賞春で巻き返したいなと思います。はい。それが、こう一番いい反省になるかなって思います。で、その反省もまたちょっと生かしたいなと思うので、最後に一つ伺っておきたいのが、今週は、4本の動画を出しました。生配信を除いては。外球の動画と、100% データと、考察シリーズの動画と、そして昨日の予想動画ですね。で、その4本の動画の中で、どのシリーズの動画が一番良かったかっていうのを教えていただきたいなと思います。今週から、チャンネル登録をしてくださった方には、説明をしますと、僕のチャンネルでは、毎日毎日、月曜日から金曜日の間で、それぞれ独立したシリーズの動画を出しています。それぞれが関係しない動画を出しています。今週だったら、まあ、外球の動画つって、三強のお話をさせてもらいました。で、次の日が、100% データっていう、まあ、そういう演出なんですけれど、まあ、100% データっていう、今まで、こう、一回も例外がなかったデータっていうのを、まあ、面白いからっていうことで、まあ、紹介させてもらいました。で、考察シリーズの動画っていうのを次に出してまして、昨日の予想動画っていうのを出しました。まあ、毎回そのシリーズを、毎週毎週変えていきたいなって思っていて、やっぱり、こう、視聴者の方に一番楽しんでもらえるシリーズの動画を、まあ、一週間の中で5本しか出せないわけなので、選びたいなと思っています。ですので、また改めて見ていただいて、あ、これは面白かったなとか、あ、これは結構当たってるじゃんとかっていうのを、
コメント欄にてタイトルをつけて教えていただければなと思っています。簡単に振り返りますとですね、外級の方の動画では今簡単に言いましたけれど、三強のお話をさせてもらいました。コントレールがこの直行でも大丈夫なんではないかっていう話であったりとか、里のフラッグがマーフィー大絶賛っていう話だったりとか、サリオスが、レーンジョッキがねわざわざ来日してるってことはかなりいいんではないかっていうふうなお話をしています。はい、アーカイブも残ってる、アーカイブっていうか普通の動画も残っているので、チェックしていただければなと思っています。それが外級の動画になっています。で、100% データの方はもう本日は本当に申し訳なかったです。これもダメだったんですよね。 100% データの方ではですね、サリオスが、連帯できないんではないかっていうオカルトを紹介させてもらいました。で、見事連帯したので、これもちょっとダメでしたね。はい、申し訳なかったです。で、考察シリーズの動画の方では、クリスタルブラックはちょっと今回サツキ賞では狙えないんではないかっていうお話と、コントレールが、サツキ賞かダービーかって言ったらサツキ賞の方が勝てるんではないかっていうふうなお話をしました。これはちょっとうまくいったのかな。はい、ディープインパクト3区っていうのは同じ距離のスペシャリストなんではないかというふうなお話をしてみました。これに関してはちょっともしかしたら説得力のある話になってるかもわからないので、見返していただければなと思っています。はい。で、予想動画みたいに、今回はかなり穴馬を推奨するような形になったんですけれど、そういった穴馬診断を、なんかコメントにもありましたね。なんか穴馬診断をしてほしいとかっていう、要望も、はい、いただければなと思っています。なんか1円もいらないシリーズとかもね、なんか秋華賞の時にやって、あれは結構評判が良かったですね。はい。そういった感じで、こう、一番いいなって思っていただいてるやつを、はい、天皇賞春からも、できるだけ取り入れて出していきたいなと思っています。はい。っていう感じですかね。皆さんはどうだったんですかね。ツイッターのリプライとかもちょっと見たんですけれど、結構やっぱ皆さん上手で、サリオスとコントレールの生まれ一点で当てましたよとかね、かなり多かったです。いや、本当に素晴らしいです。はい、おめでとうございます。はい、僕もね、またいち早く的中して、こう、皆さんと一緒に喜びたいなと思っています。はい。もう今日は寝れそうにないですね。はい、しっかりと反省をして、また天皇賞春につなげたいなと思っています。はい。ということで、そうですね。しっかりとまた、今日は今日でこれで一旦終わらして、切り替えたいなと思っています。はい。こんな、謝ってるばかりのね、配信者なんて全く見たいとは思わないと思うので、はい。しっかりここはもう切り替えて、はい。また天皇賞春ウィークから、またね、こう、尖った予想をしていきたいなと思っています。そうです。そうです。別に、今回外れたからといって、僕の方向性を変えるつもりはもう全くないです。僕はちゃんと毎回毎回いいなって僕自身が思ったものを出すつもりです。はい、別に人気に流されるとか、はい、周りがこう言ってるとか、なんかそんなものに、流されたりするつもりはないです。はい。もう僕がいいなと思ったものを出したいなと思っています。はい。ということで、本日は本当にすみませんでした。はい、なんか YouTube のコメントを見ると、YouTube のコメントって、コメントと、なんかスパムコメントみたいなのに割り振られるんですよ。で、暴言とかがあると、スパムの方にどんどんやっぱ割り振られちゃうんですよね。で、さっき見たら、スパムコメントが80何件届いてて、もうことの重大さをなんか改めて認識しましたね。はい。非常に申し訳ないです、本当に。はい。そういう方々にね、ちゃんと認めていただけるように、しっかりね、天皇賞春では、バチッとね、的中させられるように、はい、邁進していきますよ。ということで、海外競馬にもね、いつか乗り込めるように、もっともっと勉強してまいりたいと思います。応援よろしくお願いします。ということで、今回は最後まで本当にご視聴ありがとうございました。そして今週、4週間ありがとうございました。また、天皇賞春ウィークからお会いしたいと思います。では、ありがとうございました。はい、あったかくして寝てくださいね。ありがとうございます。すいません、失礼します。ただただディープインパクト3区っていうシュボバが同じ距離のスペシャリストを出しやすいシュボバだったということだと思うんですよね。この動画がネタ動画になってるのか神動画になってるのか分かんなくて非常に怖いんですけれど、でもこれは予想家としての宿命ですからね。で、これはですね、まず G1 の激流ペースに揉まれてもしっかり本来の末脚を繰り出してくれるっていう一つの安心材料になったんではないかというふうに思っています。はい。で、桜花賞って、阪神芝2000メートル G3 の勝ち馬が、次走 G2 以上のクラスに出走した場合、ボズスーパーフレアが飛ばす展開になると、漏れなく、ご覧のように、かなり差しが有利な展開になっていて、てか、そんな緊迫した状況の中でこの動画が垂れ流されてると想像するだけで、ちょっとゾクゾクするんですが、